フェアリーズの増田明選手です。まずはホームゲーム勝利おめでとうございます。ありがとうございます。最後の得点が決まった瞬間いかがでした？いや、なんか本当に嬉しいっていう一言だけです。あ、すいません。今日は強豪久光相手にフルセットまで本当に最後の最後までどっちに、ね、勝ちが転ぶか分からない試合でしたが、その中選手たちでどのようなコミュニケーションを取ってゲームを進めていきましたか？とやっぱり簡単に決まる相手ではないので、しっかり粘っていこうということと、やっぱ全員すごい今日の試合を楽しんでできたので、それが一番だったなと思います。そして増田選手は要所要所で得点を決めて、本当に頼もしいプレイヤーですね。いや、そんなことはないですけど。まあでも今日の勝ちがね、また一つ大きな収穫として、そして自信につながったんじゃないですかね。はい、今日の一勝は本当に自分たちがこの1週間やってきたことが本当に出た試合だと思うので、すごい自分たちの、まあ、収穫がすごいあった試合だなと思います。さあ、そして明日はまた今日も JT との試合ですが、どのようなゲームをしたいですか？明日も簡単に勝てるような相手ではないので、今日と同じようにしっかり粘って全員で1点を取りに行きたいと思います。では会場にいらっしゃる、そしてテレビをご覧のアクアのファンの皆さんに一言最後お願いします。とこのような状況の中でたくさんの応援本当にありがとうございました。ホームでの初めての勝利というのは本当に私たちにとってすごい大きな一勝なので、明日も勝ちに行きます。応援よろしくお願いします。
黒部アクアフェアリスの増田紗友選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。